皆さんどうもです、ポルスです。今回はまたシーズン2が延期して、6月16日にワンタイムイベント、6月17日にシーズン3となりました。もうね、何度目の延期か分かりませんが、今回の延期は特に仕方がない延期なんですよね。知ってる方もいると思いますが、アメリカのデモが原因ですね。他にも例えば PS5 の発表とかも延期されてます。だからまあエピックだけが延期してるとか、エピックが悪いとか、そういうもんではない、そういうもんではないから、まあ仕方がないかなと思います。で、このデモめちゃめちゃ大切で、ゲーム実況者がね、こんな内容を喋ってても説得力ないかもしれませんが、これはまあ常識として知っておいた方がいいと思う。それはまあ日本人の知識としてではなくて、世界人としてね。もうみんなもフォートナイトやってるだけでも国際交流って行ってるんですよ。大会に出たら、その時点でやっぱり日本人だけじゃなくて、ロシアとか中国とか韓国とかシンガポールとか、いろんなね、いろんな国と交わってるんですよね。間接的かもしれんけど。だから、まあみんなも世界人、国際的な人なんですよ。だからこそ知っておいた方がいいと思います。まあゲーム実況者がこんなこと喋ってもなーって感じもあるんやけど、まあちょっとね、勉強めいたことやし、つまらんかもしれないけど、まあある程度ね、茶化しながら、噛み砕きながら、ちょっとね、何が起こって、何が悪くて、エピックはそれでシーズンをなんで延期しないといけなくなったのかっていうのを喋ろうかなと思います。ちょっとね、YouTube さんは規制が厳しくて、差別とか、ちょっとね、あんまり出せないんやけど、できるだけね、喋ってみようと思います。それでは行ってみましょう。Let's go! ではまず、何が起こったのか、ことの発端ですね。ことの発端は、アメリカのミネソタ州ミネアポリスっていうところで、白人警官に黒人男性が押さえつけられたってところからスタートします。なんで黒人男性がそもそも押さえつけられたんかっていうと、まあ、それは一応理由があって、その人買い物してたんやけど、買い物に使っているお札が偽札の可能性があるっていうことで押さえたらしい。結果その札が偽札なのか本物なのかはちょっとごめん、わからんかったわ。ただそういう疑いで白人警官4人が現場逮捕、取り押さえに来たって感じやね。ただそこまではまあまだわかるんだけど、取り押さえ方が最悪で、白人警官4人のうちの1人が首元を膝で押さえたらしいよね。黒人男性を下敷きにして、で白人男性のその一人が首元を膝で押さえてたらしいよ。まあ想像したらわかると思うんやけど、明らかにおかしいよね、その時点で普通にわかるじゃん。膝で押さえるってことは全体重が多分首に乗るから 100% 呼吸ができないと思うよね。それは多分押さえてる側も人間的に考えてわかると思うよ。だから故意的にやってるようにしかやっぱ思えないよね。でそれでまあ案の定、その呼吸ができない、呼吸できないって訴えてたんだけど、黒人の方がね、訴えてたんだけど、それでもやめずに、多分8分から9分ぐらいで、もちろんね、酸素が取れへんから、呼吸できへんから亡くなってしまったっていうのが大問題になったわけですね。しかもかつそのシーンを、まあ、監視カメラとかもねあるやろうし、あとは人だかりができてるから、まあ、9分とか8分とか経ってるとやっぱり絶対ね、もう動画撮る人いるじゃん動画撮って SNS に上がってしまってるんで、もう言い逃れもできないと、まあ、そのシーンがねバッチリ撮れて上げられて、もう晒せてるんで、だからもうことの発端はそこですね。まあ単純にやっぱり日本から考えると、まあ日本から考えんでもありえないと思うんやけどね、警官が人を完全に故意的にやってしまうっていう、その発想自体出てこんよね。漫画の世界漫画の世界レベルよな。そんなことがあってしまうんですよね。で構図としてはやっぱり弱い立場の黒人を白人が権力を行使して倒したみたいな、そういう差別っぽく映る、ただの殺人事件ではなくて差別として映ってしまうから、だからこそデモが起こる。でこのデモもやっぱり時期が時期じゃん。あるウイルスのせいで今みんな大変やと思うんやけど、そのウイルスが収まってないじゃん今で。しかもアメリカって一番その被害がでかいと思うんですよね。それにもかかわらず、ソーシャルディスタンスもクソもない、もう人が密集するようなデモがね行われるっていうのは、やっぱりもう命よりも大切と思ってる人が多いんですよね。このことに対して自分の命の方がやっぱ危ないと感じるじゃん。それはウイルス収まってないし、アメリカが一番亡くなってるからね、そのウイルスで。けどそれでもやるんだよ、でも人を集めて。だから命よりも大切っていうことなんだよね。つまり命よりも大切レベルな、ものなんですよこれが。だからそう思ってほしい、みんなも。そのレベルなんだなって思ってほしい、感覚としてはね。そしてデモが起こって、で9割ぐらいはね平和なんだよね。9割ぐらい平和っていうのは、やっぱりちゃんとした抗議とか、ちゃんとした意見の称号とか、
なんかね、私たちはこういう意見で抗議しますとかいう、そういう意思の集まりなんだけど、やっぱり1割ぐらいはボートになっちゃう。その意思とかじゃなくて、行動を、危ない行動をすごいする人たちがやっぱ出てきちゃう。例えば略奪とかね、なんかルイ・ヴィトンとかそういう高級品とかを、そういう店を狙って、物資をパクったり、普通に、あれ、ただやってることはただの強盗なんだよね。ただの強盗みたいなことを、デモとしてやってしまうと、抗議としてね。あとは普通に放火とか、そこの場所を放火して、燃やして、お前らが悪いんだみたいにするっていうね。まあ、なんでこういうことが起こってしまうかっていうのを、またね、ちょっと長い話になっちゃうんで、軽く説明すると、人間が一番暴力的になる瞬間っていつかわかります？これは、フォートナイトとかでも言えるんよ。これはフォートナイト界隈とかでも全然言えて、みんなもね、気をつけた方がいい。一番暴力を震えるタイミングっていうのは、極悪人になった時ではなくて、正義になった時なんよね。正義を振りかざした時に暴力の歯止めがなくなってしまう。一番暴力震えちゃうんよね。それは正義だから、正当化されてるように思えちゃうからね。その行為が正当ではなくても、大義名分が正義だからできちゃうんよ。例えばね、フォートナイトで明らかなルール違反をした人がいたと。それに対してバッシングっていうのはやっぱある。それはまあ、ルール違反した人が悪いからね。けど明らかにそのバッシングの中に、もう脅迫めいたバッシングをする人がいるじゃん。普通に旗から見たらただの脅迫なんだよ、それは。けど、正義という、その悪い人は叩いていいという正義があるからこそ、できちゃうんだよね。そういう心意気がない人も、やっぱり歯止めが効かなくなってできちゃうんよ。本当はダメって分かってるじゃん、そんな脅迫とか。もうね、お前んち行ってもうボコボコにしてやるからみたいな脅迫とか。ダメって普通分かってるのにもかかわらず、そういう言葉が出ちゃうっていうのは、正義だからなんだよね。それが正しい行為に思えちゃうから、正義の暴力って言って歯止めが効かなくなっちゃうよね。そういうことがあってやっぱり暴徒が出てきちゃう。自分たちのやってること、単純に旗から客観的に見たらただの強盗であり、略奪であり、ただの、やべえやつなんだけど、けど大義名分が正義だからさ、できちゃうんだよね。旗から見たらやばいこともできちゃう。まあ簡単に言えばこういう原理でね、やっぱり暴徒っていうのは出てくる。で、そこに単純に略奪したい人。まあ今やっぱりそう、某ウイルスとかで仕事がなくなったりして、生活がしんどいってなってもう略奪しかないっていうタイミングも重なって、そういう加担する人もいる。そういうなんか大義名分以前に自分たちの生活が苦しすぎるし、そういう略奪をして一気にね、悪い方向に手を染めて一気に生活を良くしに行くっていう人もやっぱいるから、そこも加担してると思う。時期も最悪だよね。だからそれがあって、まあ1割ぐらいは本当にやばい暴徒になってる。で、もうここまで来たら警察が止めるしかないじゃんってなると思うんやけど、警察が出れないよね。なぜかっていうと、警察がやっちゃったから。ことの発端は警察がやってしまったから、警察が出れないんだよね。もう最悪の状況。本当に最悪の状況。時期も最悪やし、止められんし、もう歯止めが効かないし、最悪な状況なんだよね。でも、この流れを止めるには、社会的流れで止めにかかるしかない。もう実力行使とかで止められないから、社会的に、なんて言うんだろう、やめないといけないっていう流れを作るしかなくなってる。そこでやっぱり大手の会社とかそういうところが出てくるんよね。まあやっぱりその大手の中にエピックもいる、フォートナイトもあるって感じやね。まあこっからちょっと考察とかも入るんやけど、そもそもエピックっていう会社はすごい差別とかをちゃんと扱ってると思うんよ。例えば今は白人と黒人、まあそれもしっかりと扱ってると思うよ。初期スキーも全部の人種いるじゃん、ぶっちゃけ。すごいすごいちゃんと作ってるよね。初期スキーもさ、全部の種類いるじゃん。全員をちゃんと平等に扱ってる。で、それだけじゃなくて、1個のスキンってさ、大抵1個の柄のスキンって女性と男性いるよね。エピックのスキンってすごくない？これ絶対にそこを意識してるんだよね。どういうスキンであれ、基本はもうやっぱり男性もいれば女性もいる。バナースキンもそう、男性もいるし女性もいる。バナースキンなんてそれこそ人種もちゃんと扱ってるよね。白人男性もいればアジア人もいるし、黒人もいるしって感じやん。ちゃんと扱ってるんだよね。だからすごいそういう立場を気にしてるんだよね。実は見えてないだけでめちゃめちゃ気にしてる。いろんなスキンあるけど、そのスキン一個一個に女性も男性もいるし、人種とかもね、いろいろ結構まばらに、黒人だの白人だのまばらに結構出るじゃん。
なんでこのスキンが白人なの、なんでこのスキンが黒人なのとか思うかもしれんけど、結構さ、均等に出てると思うよ。めちゃめちゃエピックってやっぱそういうところをしっかりとしててさ、やっぱりそういう、こういう騒動には人一倍気をつけてると思うよね。だからこそエピックがこういう声明を出すっていうのはでかいこと。こういうことには、お互いにね、お互いにやばい。その白人の警官もやばいことしてるし、ボートもやばいことしてる。こういう出来事がそもそもダメだよっていうのをエピックが伝えるために、そういう意思表明をするための延期っていうのもあると思う。で、もう一個は、あとは、これはエピックの公式が言ってるんやけど、会社の運営上のケアですね。それはもちろん会社はでかいからさ、いろんな人がいるわけよ。いろんな人がいて、その人それぞれ家族がいたり、友達関係があったり、いろんなやっぱり関係があって複雑だと思うよね。それこそ社内でも隣の席の人が黒人で自分は白人とかあるかもしれん。だからそういうやっぱり、まああんまり例えとしていい例えか分からんけど、隣の友達がね、関西人で私が関東人だったと。で、急になんか関西と関東で戦争始めたらさ、その人との交流はすごいしたいじゃん。仲良くて。めちゃめちゃいい仲がいい子やけど、ただそれだけ、ただなんかそういうジャンル分けなだけで、なんか勝手に隔たりを持っていく。これは意外とね、アジアでも結構ある。日本も結構差別される側で、かつ差別する側でもあるよね。例えば韓国の方とかさ、みんなどういう印象を持ってるかわかんない。フォートナイトをやってる人は韓国に対して結構まだプラスのイメージあるんじゃないかなと思います。それはやっぱり韓国のプロがいてくれたり、まあ結構交流もあるじゃん。 CR さんもさ、 APEX もプロ入ってるけど、 APEX のプロも韓国の方じゃん。あんまり韓国に悪い印象は持ってないと思うよね。けどやっぱ政治的面で言ったら嫌って思う人がすごい多い。それはやっぱ事実やし、やっぱそういう韓国っていうジャンルとして見る人が多いよね。まあそれ仕方ないとは思うんやけど、それジャンルで見てしまう。で、どんだけ親しい仲でやっても、そのジャンルで隔たりを持ってしまうっていうのがやっぱあるんよね。その人がダメって思ってる、その人個人をダメと思うんじゃなくて、そのジャンルを持ってるからダメ。だから火属性と水属性みたいなね、ポケモンとかそういうのもあると思うんやけど、火属性だから水属性と相性が悪い。だから、それぞれのポケモン一個一個は仲が良くても属性がダメで付き合えないみたいなね、そういう出来事っていうのがやっぱあってしまうんよね。そういうのがやっぱり運営内であると、運営もね、なかなか進行ができないし、そういうメンタルケアを先に優先すべきっていうのもあって、エピックはシーズンを延長しました。まあこういう理由やね。深くはやっぱりな、本当に差別の問題はめちゃめちゃ深いことがあって、もうそれこそね、歴史的に過去まで遡らんといけんし、すごいね、喋る内容多くて、もうなんなら、どんだけ喋っても多分終わらんと思う内容と思うんよね。だからまあ、かなり端折って、茶化しながら、噛み砕きながら喋って、まあちょっと伝わってなかったら申し訳ない。けど、ここまでね、聞いてくれた方には本当に感謝します。ありがとうございます。まあやっぱり、ここら辺はね、まあ勉強チックなところもあるんやけど、知っておいた方がいいとは思います。ぜひね、皆さんも、こういう、なんでかとかね、あと、正義の暴力ね。正義の暴力はとにかく言いたい。皆さんも気をつけてほしい。あんまりね、正義振りかざさず 自分の行為もね、客観的に見れるようになった方がいいと思います。ぜひね、皆さん今後の、どうなっていくか、本当に今年えげつないぐらい波乱万丈やけど、まあ、今後もね、いろんなことが起こると思うんで、ぜひ皆さんもそれぞれ臨機応変に対応できたらなと思います。この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またね。ご視聴ご清聴ありがとうございました。この動画に高評価やチャンネル登録をしてくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。次の動画につながります。そしてこの動画にポルスに聞きたいことやラジオの話題があれば、ぜひコメントを書いてください。採用されたコメントは動画に映る可能性が高いです。今後も気軽に見に聞きに来てください。それでは皆さん、またねー。